それをちょっとだけね、口に含んでもらうんです。下3分の1つけてもらって、はい、すすってあげるんです。そうするとね、初めにそばの味が入ってきて、追いかけて出汁が出てくる。そのぐらい十分です。わさびはおそばの上になってもらう。出汁に入れる。そばに。はい、そばに。そうするとね、またね、一段とね、変わりますよ、味が。そばの栄養素がね、要はそば湯がくときにあのお湯に全部溶けるんです、バーって。で、そば の, その栄養をあの全部より取ろうと思ったら、そば湯まで。お先にビアリーの方をお持ちいたしました。でこちらがビアリーでございます。でこちらの、はい、そば味噌でございまして、おつまみにどうぞお召し上がりくださいませ。エビ天牛セットで冷たいお蕎麦にさせていただきました。はい、ありがとうございます。失礼いたします。